ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ゆっくりジジイだ。ついにワールドユース本戦トーナメントの開始ね。あの強豪フランスを撃破して本戦出場。森崎の実力がジュニアユース大会以来に世界中に轟いているんぜ。おう。そんなこんなでいよいよ始まる本戦をチャンネル登録と高評価を押してどうぞ。メリディーノ、ゲーム万歳。いつものようにスタメンからぜ。さあ、行くぞ。こうなったんだが、キューガ君が後ろにいて、あとはスカイラブツインシュートトリオがいるくらいぜ。じいさんのルーレット運のなさが出たわね。それにしても、キャプテン翼の登場人物って主要キャラとモブのステータスの明暗がはっきりしすぎなんだぜ。選手層が薄いとかのレベルじゃないんだぜ。その最たる人物が森崎君よね。やはり森崎君は客翼を代表する選手ってことだな。さてさて始まりました。そういえば今日の対戦相手って言ってないんじゃないの？じいさん、そんな大事なことを伝え忘れているのか。そういえば言ってなかったな。今日の対戦相手はメキシコじゃ。メキシコといえば、タコライス、サルサソースをイメージするな。あとソンブレロとポンチョもイメージあるわよね。あるある。メキシコってイメージこうだよな。世界的なサッカー強豪国のメキシコが相手なんだから、そうたやすく勝てるとは思えないぜ。ましてやジジイのルーレット運も最悪の部類だしね。うぶうぶじめに。いきなりシュートを打たれているわよ。ゆっくりと日本ゴールに吸い込まれていったぜ。あっさり先制を許してしまったんぜ。気を取り直していきましょう。日本ボールで試合再開です。さてさて、ここで皆さんお待ちかねのメキシコチームの紹介をするんだぜ。強豪国だが名前付きは1名だけ。それがこちら、エスパーニャ君。なんとドリブルとパスがついに3桁突入した恐ろしい。3桁ってもう人じゃないわね。もはや魔改造された人間だぜ。さらに必殺シュートこそないにしても、シュート値も高く、全く卒のない司令塔として君臨している。名前付きは1人と言っても、周りのモブたちもそれなりに強いわけで、日本ピンチなんだぜ。そうは言っても試合は続くのよね。マサオくんに低いボールが入ったわよ。トリオ揃っているし、いっとくか。いっちゃっていっちゃっていっちゃってお、吹っ飛ばした。なんか期待しちゃうわね。キーパーも吹き飛ばしそうな勢いだぜ。軽いパンチングで防がれてしまったわ。むう、ピンクキーパーやるぜ。そしてメキシコボールになってしまったわね。そういえばユース本戦になって敵の曲も新しくなったわ。相変わらず名曲だわ。聞き飽きないとはまさにこのこと。あれ？あれれ？ヘディング打たれているわよ。曲を聴いていたら2点目入れられている。油断していると得点入れられているぜ。森崎に気を許すな。間もなく前半13分、キューガ君シュート体勢に入っている。まだまだセンターサークル付近だぞ。でも、心と体はネオタイガーショットなのよ。破ったスーパーロングシュート決めちゃったぜ。1点返したんじゃ。早く追いつきたいところね。前半22分過ぎ、メキシコに攻められている。このピンチはなんとか脱したいところだぜ。でも森崎くん飛び出てきちゃったわよ。こりゃ無人ゴールだぜ。決められてしまったわね。メキシコ強いな。メキシコ強いわ。前半間もなく28分、メキシコのモブが生シュート。日本のモブキーパーがパンチング。できなーい。4点目取られているぜ。ちょっと離脱率高くなっちゃうから、森崎くん頑張って。頑張りゴールキーパーから頑張りを感じられないという。森崎お前の存在意義が失われつつあるぞ。前半ロスタイム、ジトーくんがついたわね。一人気を吐くジトーくん。ナイスだ、ジトー。と、ここで前半終了。なんと前半だけで3点差という絶望的な得点差となっております。まだ終わらんよ。
クワトロバジーナ、いやシャアーズナブルはあそこで終わっていたんだぜ。それはそれで別方面から色々とコメントが飛んできそうね。さあ後半開始です。後半4分過ぎ、エスパーニャ君ヘディングしたわ。森崎君敵のシュートを見逃す恩情さばき。何度見逃せば気が済むんだって話だぜ。ジャックバイツから通算418回目ぜ。後半間もなく17分、敵の11番がシュートしてきたわ。メキシコは必殺シュート持ちがいないから、失点シーンも地味になりがちなんだぜ。でもエスパーニャ君は司令塔としての責務を全うしているわね。周りを使ってうまくやっている感じだぜ。後半5分を切ったところ、日本全然いいとこ見せられてないわね。か、完全に抑え込まれているんじゃ。ボールも奪えない、攻撃が繋がらない。気がつけば7失点。なんと6点差になってしまったんだぜ。日本は後半無得点じゃ。スタメンが悪すぎたのか？ルーレット運が悪かっただけと思いたい。ふぎぎぎぎ。後半ロスタイムまで来てしまったわ。全くいいところがないまま終わりそうね。あーっとここで試合終了。なんと1対7の大敗です。いやーここ最近ではないくらいひどい試合になったぜ。リベンジじゃ、絶対にリベンジしてやるんじゃ。動画の尺も、8分ないんだぜ。く、屈辱じゃ。メキシコ自体が地味なチームなのに加え、見せ場なく完封されたから仕方ない。本気でリベンジじゃー。というわけで今回はここまでです。よかったら高評価やチャンネル登録よろしくなんだぜ。本当によろしくなのぜ。それでは最後まで見てくれて、ありがとうない。